コリングスの 360LTM アッシュボディをご紹介します。コリングスというブランドですけれども、こちらはアコースティックギターのトップブランドであります。しかしながらですね、最近その木工技術を生かしてエレキギターを作ってるんですけれども、箱物ですね、セミアコとかフルアコなんかが多いんですけれども、ソリッドギターも優れたものを出しています。マテリアルのいいのが揃った時に作ってるようではありますが、今回はなんとワンピースアッシュをボディに使ったギターになります。ワンピースアッシュボディをコリングスが使うというのは非常に珍しいんですが、それをですね、オーダーしています。ワンピースアッシュボディですけれども、この、まあ、木目がですね、非常に綺麗なワンピースを選んで、まあ、真ん中のいいところでこう目取りして切ってもらっています。このドッグヘアフィニッシュっていうんですね、こういう木目が透けているような、まあ、かなりインパクトのある目であります。それをですね、メープルネックをジョイントするんですが、メープルネックの方も厳選していまして、フレームがきっちり横に入ったメープルネックをチョイスしています。それをディープジョイントですね、まあ、見えないところですがかなり深くジョイントすることによってネックとボディの接合部分を稼いで、サステンを良くするというふうにしています。ヘッドの角度も15度ほどついておりまして、こちらもサステンを稼いでいるというところです。そしてですね、構造的に音のキャラクターに影響しているのは、このマスタリーブリッジですね。ジャズマスターとかムスタング系のブリッジのリプレイスとして出てきておりますけれども、非常に駒の質量が大きくてですね、チューニングが狂いにくいという利点もありますし、こちらかなりガシッとしたサステインが出てきますので、お試しになってもいいんではないかと思います。コリングスオリジナルでですね、トレモロユニットをつけているというところです。ピックアップはですね、ローラーのアルニコポールピースのタイプで P90 のものが載っています。こちらもかなりレスポンスのいいピックアップですね。見えないところですが、ポッドは CTS の500キロ、それにジュピターのイエロービンテージコンデンサーをつけて、さらにレスポンスをスポイルすることなく電気系統も考えられているというところです。フィンガーボードの丸みは12インチということで、やや丸みを帯びた非常に親しみやすい R がついていますね。
プレイアビリティに関してはかなり弾きやすいギターになりますね。アームも非常に安定してますし、チューニングも狂いにくいです。かなり質の良いアッシュで、レスポンスの良い弾き心地、そしてまあ扱いやすさですね。ぜひ、こちらのコリングスお試しください。